こんにちは、シュウです。本日なんですけど、このね、パズドラクロスの動画がパート100ということで、なんかしたいなと思ったんですよね。で、ちょっと前にやったんだけど、ボックス紹介を改めてやってこうかなと思います。なんで、火属性から見てこうか。で、火属性はね、前に紹介した時よりも、やっぱ育成はちょっとずつ進めていってるんですよ。で、このエキドナね、なんか育てたいな。次に育てたい候補の一人かな。やっぱこの威嚇はかなり便利だと思うんで、でもステータスがね、なんか弱いんじゃないかなって、そういうのもあって育成はしてないんだけど、まあまあ、どこかしら使い道はありそうだから育てておきたいなって感じですね。で、次。ミネルバ。いや、これはね、なんかスキルも微妙だから今んとこ育てる気はないんだけど、どうなんだろう。この防御力を 50% 下げるとか、そういう防御力ダウン系のスキルの、なんか強さがいまいちわかんないんですよね。なんで多分、っていうか、育てないかなーって感じ、ミネルバは。まあそんな感じですね。で、次が、オーディンですね。これ一応レベルマーまで上げましたね。特に使い道もなかったんだけど、やっぱりなんかオーディンっていうその価値観っていうのかな。なんか、やっぱ星6フェス限、まあ、ここだとフェス限とは言わないのかもしれないんですけど。まあ、そういうのもあって、一応育成はしといた。まだスキルは上がってないんですけど。ただどうなんだろう、このスキルのさ、超猛毒ってのを、あまりわかんないんだよね、使い道。対戦とかだと強いのかな、誰かと対戦するみたいな。ただストーリー上だと別にそこまで使う予定はないですね。まあ、ただ一応、レベルは上げてるんで、まあ、使おうと思えば、いつでも使えるんじゃないかな。で、次、ホルス。ホルスはね、強いね。この子ほんと多色だったら何でも入るんじゃないかってぐらい強い。一応2体レベルマスキルマにしてあるんで、多色使うときはほんとに何でも入るんじゃないかな。スキルがやっぱ優秀だよね。全ドロップ、火、水系、光、闇に変化して、火ドロップ強化。ほんとにこれがかなり強くて、まあ、多色では多分全パーティーに入ってるんじゃないかな。で、次、ガリウス。これも一応レベルマーまで上げてますね。で、謎に覚醒が火の列4個覚醒させてるんだけど、なんでだろう。ガリウスね、どうなんだろう。あんまり使い道は正直ない感じかな。多分一回も使ったことないんじゃないかな。あったっけ？あんま覚えてないんだけど。やっぱ4色陣ってのがね、なんか私どうもあんま好きじゃないんだよね。3色陣は強いんだけど、4色陣だと偏りが結構あるんじゃないかなと思って。まあまあ、微妙な感じかな、個人的には。で、ヒッパはこんなところかな。で、このヒコリュウシリーズね、水コリュウとかキコリュウとか、これとかはね、スキルは本当に優秀だと思うんだよね。ランダムで火回復ドロップを3個ずつ生成。水コリュウだったら水回復をドロップを3個ずつ生成って、全部似たようなスキルになって、ヘイスト一旦付きですね。なんか強いとは思うんだけど、いまいちこれもどこで使えるかって言われると、あんまり使い道が思い浮かばないから、まあ、一応レベルは80まで上がってるのか。そんな感じですね。で、この子もあんま育てようとする気はないと思ったけど、今初めてスキル見たけどめっちゃスキル強いな。三色陣か。え、これ普通に強くない？わ、すごい、初めて見た。やっぱグランドボスだからかな。スキルがかなり優秀だ。わ、これ育てようかな。今全く育てる気ないって言おうとしたんだけど。すごい魅力的なスキルですね。これもしかしたら今後育てるかもしれないな。で、これは玉造2体ですね。で、これ結構ね、見た目的に好きなんだよね。スキルまで、レベルもあと1で最大になるんで、育成は意外とやってて。やっぱ見た目がかっこいいっていうのもあって、結構お気に入りですね。火はこんな感じかな、火属性は。じゃあ次水行こうか。なんか下画面だと木属性みたいだけど、あれバグってるんですよね、下画面が。で、本当は水属性ですね、下、木属性っぽいんだけど。で、水属性はそんな使わないんだよね。なんだろう、使ってんの。で、海幸山幸か。これはね、育てたんですよ。一応、レベルマまでは上げて。ただね、多分、海幸山幸パには入ると思うんだけど、それ以外だとあんまりこの子が入るところがないんじゃないかなって正直思う。
なんでほんとピンポイントでしか入んないんじゃないかな。まあ、今んとこはそんな感じがするな。で、ネプチューン。これもね、オーディンと一緒で、超猛毒にするんだけど、この使い道がね、本当に、あまりよく思わないっていうか、どこで使うんだろうって感じなんで、こういう系はあんまり育てる気はないんですよね。まあ、オーディンはかっこいいから育てたんだけど。で、スキルもね、一旦の間、神タイプの攻撃力を 1.5 倍ってことで、まあ、そこまで強くないから、これも育てはしないかな、今のとこ。で、次、オーディン。これも一応レベルままでは上げましたね。意外とね、この4倍炎波っていうのがどこかで使い道あるんじゃないかなと思って。うん。まだ使ってないんだけど、そのうちありそうだね。多分、属性炎波でこのゲームで最高のエンハンスなんじゃないかな、4倍って。で、この敵の HP が 10% 減少も、まあまあ地味にいいんじゃないかな。って感じはする。だからオーディンは結構強いんじゃないかな。で、次。青ガディウス。これもね、赤ガディウスと一緒で、まあ、四色陣なんだけど、いまいち、なんか微妙かなーって思っちゃうんだよね、どうしても。まあ、一応レベルまではあるんだけど、まあ、とりあえず、使いはしないかなって感じですかね。で、ミューズは一応、レベル最大にしたんですよ。これね、本家と違って神炎波じゃなくて、水木炎波なんだよね。なんでどっかで使い道あるかなと思って、これは一応育てといた。うん、こんな感じかな。で、水湖流か。うん、飛湖流と一緒で、まあ、スキルは強いと思うんだけど、なんか微妙かなって感じはする。うん、水はこんな感じですね。で、次。木属性。下画面だと赤っぽいやつですね。木属性は意外と育ててるんじゃないかな。うん、これ一体目セレスだね。ダークセレス。これ確かね、ドロップしたんだよね。そのまま、ダークセレスのまま。違ったっけな？確かそうだった気がする。敵倒したら、その進化後で落ちる時もあるんだよね。必ずしも進化前で落ちるわけじゃなくて、ヘラ降臨の時に、なんだっけな、闇メタが出たんだよ。で、闇メタ出たんだけど、一回目やったら進化前の光メタトロンでドロップしたんだけど、何回か行って倒したら、そのまま闇メタのままレベル1でドロップしたんですよね。なんで、これもそれと同じパターンかな。確かヘラ降臨にもダークセレス出てたんで、うん、そんな感じだと思う。で、スサノ。これは本当にね、あんまり使わないんだけど、やっぱり強いよね、スキルが。5ターン 50% 軽減なんで、これは本当に使い道があるかなって思う。うん。なかなか強いんじゃないかな。で、クシナダ。クシナダもね、やっぱスキルがかなりいいっすよね。一旦の間受けるダメージを 80% 減らす。おー！すごい、みんな知ってたこれ。聡明なるジンゴって読むんだ。これ公式に出てるから、ちゃんとした読み方だ。なんか今までカゴとかシンゴとか聞いてたけど、ジンゴって読むんだね。すごい。今回の一番の発見かもしれない。今度からちゃんと読むわ。あ、でもさ、クシナダもうそろ覚醒来るから、スキル名変わっちゃうのかな。まあこんな感じですね。クシナダは、まあ強い感じです。で、オーディン。オーディンは、この子一応レベルマか。なんかね、スキルが微妙だね。敵の HP が 20% 減少、最大 HP の 20% 回復。これはどうだろうね。多分これは使わないんじゃないかな。って感じはする。で、バステト。この子たまにパーティーに入れるんだけど、なんでだろう。スキルも特に、全体攻撃が魅力だったのかな。結構パーティーに入るんですけど、なんで入れてるかちょっとよく自分でもわかんないんだけど。まあまあまあ。で、これやっぱメイメイ強いね。三色陣。これ三体ともレベルマスキルマですね。バステとパニー、っていうかキパなら何でも入るんじゃないかなってぐらい。このメイメイは強い。うん。で、次、キコリュウか。まあ、これは、ヒコリュウ、スイコリュウと同じ感想ですね。はい。ということで、次、光属性いこう。光は一番育成してんじゃないかな。で、このプラスさ、まだ一回もまとめて使ってないっていうか、まとめてないんだよね。やっぱまとめた方いいよね。そのうち297も作りたいし、これボックスも圧迫されるから、まとめておきたいんだけど。うん。そのうちまとめてこうか。で、ヴィーナス。ヴィーナスは、
微妙かな。光ドロップの攻撃力を強化、一旦の間ドロップ操作時間を2秒延長。まあまあ育成することはないんじゃないかな。で、アマテラス、これ最近育てたんだけどね、本家ではいない光闇アマテラスですね。これゼウス使った時に確か育成したんだよ。ゼウスが HP 満タン時25倍で、満タンじゃないとね、倍率が出ないんで、まあアマテラスは HP 全回復するからいいんじゃないかなってことで、この子編成したんだけど、まあこの子は本当にどこかしらで使い道今後もあるんじゃないかなって感じかな。はい。で、次、イザナギ。イザナギはね、究極分岐で2パターンあるんだけど、どっちも一応作っといたんだよ。光、光と、光、水。で、基本的には光、水の方が使うことが多いかな。なんでかっていうと、光、水だとスキブを2個詰めるんだよね。光、光の方だと、スキブ1個しか詰めないんですよ。まあ、今回はスキブと神キラーになってるんだけど、なんで、光水の方がいいんじゃないかなーって思いますね。うん。まあ、イザナギは本当に結構出番があるから、作っといて損はないんじゃないかな。はい、で次、ラー。まあ、ラーはサブで使うってことはね、そんなないんじゃないかな。リーダーとしては超強いんだけど、まあ、そんな感じですね。で、ラファエル。ラファエルもね、このスキルがかなり強いよね。全ドロップ回復に変化で2ターンの間受けるダメージを 100% 軽減。まだ育成はどれもしてないんだけど、まあ、そのうち作っておきたいな。どこかしらで使い道がありそうな感じはするんですよ。うん。で、メタトロン。メタトロンはね、一応、この光メタは究極させたんですよね。確かこれ作るときバインド回復モンスターが誰も持ってなかったんじゃないかな。で、メタトロンが一番いいんじゃないかなってことで、確か、それで作った気がする。ただ一回も使ってなかった気がする。まあ、このね、ゲーム、覚醒自由に付け替えれるんで、それでバインド無効にできるから、まあ、それで対応しきってる部分もあるから、あんまり今んとこ使ってない感じはあるんですよ。うん、そんな感じかな。で、昨夜。昨夜ね、かなり強いよね。昨夜パで本当にスタメン張れるっていうか、まあ、この子が一番いいんじゃないかってぐらい。うん。いいモンスターですね。で、次、アポカリ。やっぱこれだね。これが本当に強い。ストーリークリアするならアポカリ？アヌビスリーダーでアポカリ5体詰めちゃえばもう、ほぼほぼっていうか全部のダンジョンクリアできるんじゃないかなってぐらい強いから。この子ぐらいかな？フル覚醒レベルマスキルマなの。今までスキルマレベルマまではいたけど、フルで覚醒させてるモンスターはいなかったと思うんで、多分アポカリぐらいですね。今持ってるモンスターで全部完璧にしてんのが。まあ、プラスはないんだけど。あーでもあれか。最近来たゼウス降臨とかだと、多分アポカリ5体じゃ勝てないんだよね。あそこは何かしら対策取っていかないと、厳しいものがあるんだけど、まあそれ以外なら普通にサブアポカリ詰めて何も考えないで、勝てるんじゃないかな。んで、次こっちか。ブレイズクロスゴッド。お父様が使うやつですね。これね、スキル今見たらかなり強いね。一旦の間神タイプの攻撃力が3倍か。めちゃめちゃ強いね。あんま見てなかったけど。イザナギよりこっちの方がいいかも。ただこれが邪魔だな。右端一列を回復ドロップに変化。これない方がいいね。まあ、これある分3倍延波になってる感じなのかな。まあでも普通に強いな。で、次、ゼウス。いや、でもゼウスが今んとこ一番延波としては強いんじゃないかな。この敵の HP を 35% 減らしつつ、神タイプ 2.5 倍だからね。一応、さっき見たこっちの方が倍率は出るんだけど、これ本当に強いですね。前も動画でやったんだけど、アヌビスパーティーにこれ詰めて、アヌビスって火力調整するの難しいじゃないですか。なんで、あともうちょいでキャプチャーゾーンに届くけど届いてないみたいな時に、このゼウスを使うとちょうどキャプチャーゾーンにできたりするんですよね。まあ、それでゼウス取ったんだけど、なんでこれは、一番いい延波なんじゃないかなって個人的には思う。うん。一応2体、スキルマレベルマまで育てました。うん。で、光属性はこんな感じかな。で、最後、闇属性いこうか。闇はね、P が足りなくてそんな育成できてないんですよ。
まあでもこの子はちゃんとレベルマスキルまで。やっぱ強いね。スキルが何よりめちゃめちゃ強い。一旦の間受けるダメージを 90% 軽減。なんでこんな強いんだろうってぐらい、すごいね。確か本家だと 30% だったっけな。なんでそれをはるか上回る軽減率。で、これがさっき言ったヘラ降臨で落ちたやつですね。レベル1闇メタ。まあ、1体いればいいんじゃないかな、闇メタは。で、白4体いるんだけど、この子がね、スキルレベル9であと1足りないんで、いい感じなんだけど、他がみんなレベル1なんだよね、スキルレベル1。なんで、ヤミピーのチケットがね、なかなか集まりにくくて、育成が間に合ってない。一応2体はレベル間にしてます。まあ、こんな感じですね。で、ダルシ。ダルシさ、弱くない?めちゃめちゃ弱くない?これ。敵1体に30万の固定ダメージ。これしかないのかな?進化させたらスキル追加とかないよね、多分。なんで、あんまり育てるつもりはない。泥鏡とかもないもんね。うん。で、これも強いね、やっぱ。配信系のモンスター基本的に強いんじゃないかな、ヘラもゼウスも。敵の HP を 30% 減らして、悪魔タイプの攻撃力が 2.5 倍。まだ育成終わってないんだけど、これもそのうち育てておきたいモンスターだな。やっぱさ、ギガグラプラスエンハって本当にぶっ壊れっていうぐらいスキルが強いからね。うん、かなりいいんじゃないかな。お、ようやく最後か。これもあれだね、モンハンコラボの。ナルーガークルガ。明日なんかモンハンコラボが来るらしいですね。まあ、詳しくわかんないんだけど。まあ、それも動画でやっていけたらなと思います。で、一通り終わったな。まあ、こんな感じですね。まあ、前回よりは大幅には変わってないけど、まあ、モンスターの育成も、まあまあ、いい感じに仕上がってきたって感じかな。うん。やっぱ今回の大発見は二つだな。このベテルギウスの謎のスキルの強さだね。これベテルギウス強いってことは水なんだっけ?アルデバランか。ああいう系も全部このスキルなのかな?全然見落としてたね、このスキルは。だ覚醒がね、ちょっとしょぼいのかな。うん、でも普通に強いですね。で、もう一個の大発見がやっぱあれだな。クシナダのスキル名を読めることになった。読めることができるようになった。聡明なる人語。うん、こんな感じですね。ちょっと長くなっちゃったんで、これで終わりましょうか。はい、ということで、今回はね、パート100ということで、モンスターボックスを紹介しました。はい、ということで、これで終わりたいなーと思います。バイバーイ。